八ねぶたは青森県は五所川市にて毎年8月4日から8日まで開催される夏祭りで、青森ねぶた、弘前ねぶたとともに青森三大ねぶた祭りとも呼ばれ、東北でも有数の夏祭りの一つにまで発展しております。五所川原では過去2度の大火で市街地の大半が焼失したことにより、設計図や写真が焼失し、巨大ねぶたは一度姿を消しました。ところが1993年、当時の設計図が発見されたことをきっかけに、1996年、市民有志の手により約80年ぶりに立ちねぷたが復元され、1998年、夏祭り五所川原立ちねぷたとして復活を遂げました。現在は高さ23メートルの大型立ちねぷた3台をはじめとする中小合わせ約15台が五所川原市街地を練り歩き、昨年で運行20年目、節目の年を迎えております。Thank you.
そして今回の運
から祭りの終わりに演奏されるお囃子踊り囃子をご覧いただきます。五所川原市、五所川原立ちグッズの皆様でした。ありがとう。